春の青空が広がりました。セントラルリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープの2回戦をここ横浜スタジアムからお伝えします。解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。カープ非常に強力なピッチャー陣を誇るわけですが、これを打ち崩すとなるとどうでしょう、里崎さん。いや本当にチャンスは少ないと思うんでね、それをいかにものにしていくかですよね。そうですね。さあ今日はどういった試合展開になるでしょうか。まずはベイスターズの先発吉野が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。さあ注目の立ち上がりですが、里崎さん、まあ立ち上がりはやはり先頭バッターを打ち取ることが大事になってきますよね。まあただその日調子のいい球種を探りながらになるんで、思うようにいかないこともありますよね。なるほど。さあどういった立ち上がりになりますでしょうか。初球ボール、さあ2球目は何か。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。空振りになります。ワンボールツーストライクです。ツーボールツーストライクです。打ちました。セカンド正面のゴロ、マック、アウト、ワンアウトです。2番セカンド菊池、背番号33。バッターは2番に入っている菊池。まずはワンアウトを取っています。ベイスターズは吉野、山本というバッテリー。最初は変化球できました。変化球が低めに外れます。ボール先行です。打ちました。一気にセンターへ。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは小園。ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めて打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る、アウト、ツーアウト。そして打席には末金が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。2アウトながらランナー2塁、バッターボックスには末金。なんとしてもここで止めたい。マウンド上吉野。ワンボールワンストライクです。これが3球目。ボールゾーンから中に入ってくるようなカーブ、際どいところにうまく変化球を使ってきました吉野。レフトに上がった。ここは打ち上げています。上がりすぎました。梶原が抑えて3アウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。ベイスターズのスターティングラインナップです。
1番センター桑原、2番レフト梶原、3番サードには宮崎、4番セカンド牧、5番ファーストには佐野、6番ライトルーキーの渡来、7番キャッチャー山本、8番ショート森、そして9番ピッチャーは吉野です。カープマウンドに上がるのは先発の森下。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。桑原が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ボールになります。速いボールで追い込まれます。見送っています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている梶原。昨日のゲームでは無安打に終わっています。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボール決まりました。次が2球目。ワンボールワンストライクになっています。追い込まれています。ツーボールツーストライクになりました。この球は外れています。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。2アウトになっています。昨日のカープ戦ではヒットがありませんでした。3番宮崎がバッターボックスです。2アウトランナーありません。これが1球目。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。2アウトランナー1塁。
バッターボックスには4番の牧。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、インコース決まった。速球で追い込まれました。助かりましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インサイドセンターへ伸びがあります。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。さあ里崎さん、初回はランナーを出しましたが切り抜けて、ここから流れに乗っていけるかというところですが。そうですね、まずは先頭バッターをしっかり打ち取って、この回を三者凡退に行きたいですよね。なるほど。これが初球、初球空振りです。ワンボールワンストライクになっています。さあ3球目は何か。この低いボールは外れます。打ちました。低めはボール、フルカウントです。ここは今日調子のいいボールで勝負したいですね。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。前回3月29日のベイスターズ戦で第1号のホームランを含むマルチヒット。7番ファーストの坂倉がバッターボックスです。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。初球打ち切れていきます。ファウル。まあストレートを続けてもいいでしょうね。うん、なるほど。そうですね、ここは変化球を引っ掛けさせてゲッツーを狙いたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。内へズバッと投げ込んできました。打ちました。ピッチャーゴロ、取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。
一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで切り抜けたのは良かったですよね。カープ、この回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回裏に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターは5番ファーストの佐野。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。川上さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、先に点を取って流れをつかみたいですよね。そうですね。初球ボール、2球目は何で来るか。外は入っています。変化球外れました。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー渡来。まずは先頭の佐野を打ち取っています。初球打ち、この打球はフライになっています。ショートが構えます。小園が掴んで2アウト。昨日のカープ戦ではヒットがありませんでした。7番山本がバッターボックスです。2アウトになっています。空振りです。これは低いところに持ってきました。ボールワンストライクです。さあ、出塁すれば先制のランナーとなります。次が5球目。打ちました。これはどうだ。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回の裏0対0同点です。
川上さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか？絶好調という感じではないんですけどね。ただね、しっかり自分のペースを作って投げている印象がありますよね。なるほど。さあ初球は何か。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。外れましたか。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低めに外れてボール。バッターを出すと先制のランナーとなります。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの森下。里崎さん、この回もまた先頭バッターを出してしまいましたね。まあやっぱりノーアウトのランナーはいけませんよね。先頭バッターをしっかり抑えないといけませんよね。なるほど、そうですね。ここは確実に送っていきたい。ここは送ってくるんでしょうか。まあそうですね、バントでしょうね。ああやはりそうですか。バントが難しいボールで対応したいですよね。そうですね。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。打順は1番に帰ります。バッターの間、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ここは低めのボールでゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。見逃し三振。ランナーを、ね、進めさせなかったのは大きいですよね。はい、三振でツーアウトとなっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、甘いボールをじっくり待つバッターなんでね、コントロールミスには気をつけたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。森が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0同点です。川上さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですよね、やっぱり先に主導権をね握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。初球ボール、いいところへ決まります。これで追い込まれました。
これはどうだ、ファーストの左抜けました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。さあ先制のランナーが一塁です。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントで行くでしょうね。はい、さあ送ってくるか。初球は何で来るか。バントの構えを見せてきました。牽制、一塁はセーフ。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには桑原。ここはエンドランという手もありますね。さあランナーをどう生かしてくるか。内へズバッと投げ込んできました。まあ今のはよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球空振り、ツーアウトになっています。2番の梶原ですが、1回裏の打席ではストレートで空振り三振に倒れています。はい、先ほどは見事にやられましたよね。はい、ここは空振りしたボールを意識して臨みたいですよね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。牽制、インドを見送っています。さあこれで追い込まれました。ボール2ストライクです。平行カウント、際どいコースに送っています。3ボール2ストライク。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって0対0同点です。4回の表カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。前の打席はショートゴロでした。バッターの小園。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね。出した、打ちました。ボテボテ、セカンド取った。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは末金。川上さん、この回もまた先頭バッターを出してしまいましたね。はい、先頭打者を出してしまうとね、一気にそのイニングが厳しくなりますからね。まあ、先頭打者だけは丁寧にいってほしいですよね。なるほど、そうですね。そうですね、ここは変化球を引っ掛けさせてゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。
2ボール2ストライクになりました。今度もカットボールできました。またインコース、ここは見極めています。これが6球目、見逃して三振になります。ワンアウトです。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには秋山。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。これが2球目、ボールになります。インコースまっすぐ、高めに外れます。牽制、バッターがよく見たと言っていいでしょう。フルカウントです。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。左中間に強い打球、これはどうか。センターが取りました。ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。選球眼がいいですからね。ゾーンギリギリのボールで勝負したいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。さてバッターの田中、どのようなタイプのバッターなんでしょうか。ボール球には手を出さない、やりづらいバッターですよね。そうですか。ストライクが入りません。次が4球目、ここは1球見ました。ベイスターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあベイスターズ先制のピンチを迎えています。ツーアウトながらランナーは一塁二塁、バッターボックスには坂倉。なんとしてもここで止めたい。マウンド上吉野、高め外れました。ボール先行です。ここはバッターの裏をかきたいですね。なるほど、さあどう来るか。ライト線へ持っていった、これは大きいぞ。ボールはそのままフェンスに直撃、ボールは中継、セカンドランナーホームイン。坂倉先制のタイムリーヒット、1対0ベイスターズ。さらに三塁一塁のピンチが続きます。吉野照樹、ストレートを弾き返され先制点を献上してしまいました。里崎さん、結果的に先ほどの打席と同じ球を狙われたという形になってしまいましたが、まあいろんな考え方がありますけど、ここは配球を工夫したかったですよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。まず何を投げてくるか。
まずはボールから入りました。ボールが先行します。次が3球目、見送っています。ストライクが入りません。インサイド打った、高いバウンドになった、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回カープついに均衡を破りました。1対0カープ先制です。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。打ちました、ファーストゴロ、ファーストが取る、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。前の打席はセンターフライでした。バッターの牧、先頭バッターの宮崎を抑えてワンアウトになっています。最初は変化球できました。ボール先行、しっかり狙っていきたい。球数もそれほど多くありません。低めの球、手を出しました。4球目は何で来るか。このバッターが出れば同点のランナーとなります。フルカウントになりました。さあ6球目は何か。外れてフォアボール、ワンアウトから同点のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。アウトコース、空振りです。さあ2球目は何か。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。盗塁を見事決めました。いやー、これはよく走りましたよね。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。左に切れてファウル。ツーボールツーストライクとなっています。次が6球目、ストレート打っていった、ぐんぐん伸びる、逆転なるか。入りました、ホームラン。佐野、今シーズン第1号の逆転ツーランホームラン。試合をひっくり返す大きな一発となりました。逆転に成功しました。この回の DeNA ベイスターズ2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。1点リード、試合をひっくり返しました。さあここで逆転となるホームランが飛び出しました。いや、劇的な一発でしたね。ビハインドから1点、ここから優位に進めていけるんでしょうか。バッターは6番の渡来、ベイスターズホームランで逆転しています。
川上さん、一転してリードする形になりました。いや、一本欲しいところでよく期待に応えてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。もう一球ストレート、ここも外れます。膝元への変化球、アウトロー外れます。高めのボール打ちました。左中間へ打球伸びる。末金が掴んで2アウト。バッターボックスは7番の山本。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。1塁アウト、3アウトです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。4回終わって2対1、ベイスターズ逆転に成功しました。さあ、いよいよプロ初勝利の勝ち投手の権利がかかるこの5回のピッチングを迎えます吉野照樹。意識しないっていうことはまずないでしょうからね。一球一球ね、落ち着いて投げていってほしいですよね。そうですね。ファウルになります。3球目は何で来るか。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。1番の野間ですが、3回表の打席ではストレートで見逃し三振に倒れています。いやー、先ほどは最後の球全く手を出させませんでしたよね。ナイスピッチング。打ちました。切れていきます。ファウル。これが3球目、ボールになります。インサイド押しました。ツーボールツーストライクです。6球目は何で来るか。このバッターを出すと同点のランナーとなります。ここでフォアボールを与えました。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。最後にいいボールでしたけどね、うまく見極められましたね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。高め打ちました。次が80球目になります。ワンボールワンストライクになっています。速いボールで追い込んでいます。変化球入りません。5球目は何で来るか。空振り三振、タッチアウト、盗塁失敗。
三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。カープこの回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。2対1、ベイスターズが1点差を守っています。川上さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ見ていてね、両投手も緊張感が十分伝わってきますしね、いい展開でここまで来てますよね。そうですね、このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか。外、これはボール、ボール先行です。外を狙っていきました。これが4球目。打ちました。小園、素晴らしい反応を見せた。一塁へ。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスには代打のオースティン。さあバッターはオースティン。初球空振りです、はい、インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは桑原。ここはね、エンドランを仕掛ける手もありますよね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。いきなり牽制。また牽制、セーフ。初球打ち、わずかに右に切りました。ファールボール。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。打ちました。小園、二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。当てるのが精一杯という感じでしたが、そういうバッティングをせざるを得ないんですか？今のは手を出すしかなかったですよね。まあそこは見逃せませんからね。ただね、できればファールで逃げたかったところでもありますけどね。なるほど、そうなんですね。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですが、ヒヤッとしましたが外野フライ、先制を許しません。回は4回に入ります。先制のピンチ、7番坂倉、ライトへのタイムリーヒット。ベイスターズ先制点を奪われます。しかしベイスターズすぐさま反撃。ワンアウトで二塁にランナーを置いて5番佐野、追い込まれてからの一発。ベイスターズ一振りで試合をひっくり返します。試合は6回表、ここでベイスターズ投手の交代です。吉野に代わって坂本優也がマウンドに上がります。今シーズンは1試合に登板、1ホールド。三浦監督、1点差のリードを坂本に託しました。最初はボール。
変化球タイミング合いません。際どいコース外れました。アウトロー見送ってボール。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。先ほどは見逃し三振でした。バッター末金、さっきはねうまく裏をかく配球でしたよね。まあ今度は変えた方がいいかもしれませんよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。さあ坂本これで追い込んだ。低め外れました。ツーボールツーストライクとなっています。このバッターを出すわけにはいきません。先ほどの打席センターフライの5番秋山、先ほどはアウトになりましたけどあわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。なるほど、そうですね。2アウトランナーありません。低め147キロ。ファールボール。高めのボール。さあ平行カウントにしたところで何を決め球に持っていくか。打ちました。ライトに上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。最後はライトフライ掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはベイスターズです。6回の裏ベイスターズの攻撃、打順は2番梶原。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。はい、先ほどはちょっと消極的でしたよね。はい、追い込まれたら手を出していかないといけませんよね。そうですよね。ベイスターズ1点リードで迎える6回の攻撃です。ズバッといきましたよね。はい、ストレート空振りでストライク。次の投球が今日の80球目。ツーボールワンストライク。さあ4球目は何か。インサイド落ちました。2ボール2ストライクです。インサイド打ち上げました。2
詰まりながらも右中間へ、センター掴んでワンアウト。打席には3番バッター宮崎、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。次が2球目、低めの変化球です。ボール先行です。これで3ボール。次が4球目、ここは1球見ました。打ちました。ファウルになります。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いや渋いですよね。さすがベテランですよね。フルカウントであのボールはなかなか我慢できないですよね。そうですね。さあここは流れをつなぐことはできるのでしょうか。ストライクになります。併殺狙い、インコースに攻めてきました。低め見送っています。このフライはどうだ、落ちるか。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先ほどベイスターズの逆転打となるセンター方向へのホームランを放ちました。5番の佐野がバッターボックス。いいところで見事な一発でしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ツーアウトになっています。ワンボールワンストライクになっています。低めの球、ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。空振り三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終わって2対1、1点リードはベイスターズです。これから7回カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の上本。ベイスターズ1点リードで迎える7回です。さあこの点差を維持できるんでしょうか。まあプレッシャーもあると思いますけど、打者一人一人しっかり集中していけば大丈夫だと思いますね。1点の重みを感じるそんな回になりそうです。手が滑ったでしょうか。
打ちました。ボールカウントはワンボールツーストライクです。ツーツー、このバッターを出すと同点のランナーとなります。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。これは手が出ないか。この球は外れています。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうか。取った。一塁へ送ります。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。先ほどの打席はセカンドゴロ、8番の石原です。2アウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。ボールになります。インサイド落ちました。ファウルになります。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ベイスターズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。川上さん、追加点が欲しいイニングではありますよね。そうですね、どちらにしても安全圏じゃないですからね、追加点は欲しいですよね。そうですよね、追加点取れるんでしょうか。ちょうどこれが100球目。インサイド落ちました。ファウルになります。この低いボールは外れます。ツーツー。粘って出塁したいところ。よく見極めました。フォアボールです。さあここでベイスターズ代走を送ります。林がファーストランナーに入ります。バッターは7番キャッチャーの山本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。一塁はセーフ。初球ヒー、打球は右中間へ。この打球はフライになっています。秋山抑えてワンアウト。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーです。バッターボックスには森。ここはファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ボールイン成功です。きっちり盗塁を決めてきました。いやさすがという走塁でしたね。
これが2球目。ワンボールワンストライク。さあ3球目は何か。ストライクになります。ワンボールツーストライク。アウトコース見送っています。変化球打った、切りました、ファウルボール。牽制します。大きく枠を外してきます。3ボール2ストライクです。打ち上げました。まあ、ちょっと振り遅れ気味なんですよね。このままストレートで押していくかもしれませんね。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。さあカープ2アウトランナー2塁の場面でピッチャーの交代です。先発の森下に代わって森浦大輔がマウンドに上がります。バッターボックスには代打の筒香。ですが外れています。アウトコース空振り、148キロ。はい、高めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。チェンジアップ外れました。これが5球目。いい当たりだ、セカンドよく取った、アウト。これはビッグプレー。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって2対1、ベイスターズが1点をリードしています。これから8回表、ベイスターズが1点差リードの場面でピッチャー交代。ここでリリーフの JB ウェンデルケンがマウンドに上がります。これから8回カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の松山。ベイスターズ1点リードで迎える8回です。最初は変化球できました。ボールが先行して2ボールナッシングです。タイミングややずれています。このバッターを出すわけにはいきません。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。
やっぱり先頭出しちゃうとね、投げにくくなるんで、できれば出したくなかったんですけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。バントしました。あーっと、掴んでアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー一塁となりました。初球は何から入ってくるか。速いボールで追い込みます。さあ外してくるのか。アウトコースへのカーブはボールです。変化球ボールになります。さあ5球目は何か。逆転のランナーを出すことは何としても避けたいところ。インサイド打った、抑えた、二塁へ送球。ナイスプレーを見せました。際どかったがアウト。ダブルプレーでスリーアウト。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。まあランナー出してますけど、こういう形で打ち取れたので良かったと思いますね。カープこの回ランナー出ましたが、結局3人で攻撃を終えています。2対1、ベイスターズが1点差を守っています。試合は8回裏、1点差を追うカープ。ここでピッチャー交代、黒原拓海がマウンドに上がります。これ以上点は与えたくない新井監督、ここは森浦からスイッチして黒原に任せます。今シーズンは1試合に登板。さあビハインドのマウンドで監督の起用に見事応えることができるでしょうか。カットボールが決まります。はい、インコース落としました。これが4球目。カウントは2ボール2ストライクです。低め見送っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあやっぱり先頭バッターが出てくれると点が取れる気がしますよね。そうですね。さあここは流れをつなぐことはできるのでしょうか。バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。まあここで追加点が取れれば大きいですよ。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには宮崎が入っています。
初球いいところに決まりました。さあ2球目は何か。厳しいところですよね。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。インコースボール。よく見ています。選球眼のあるバッターですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。外れてフォアボール。よく見ました。価値あるフォアボール、チャンスが広がります。さあここでベイスターズ代走を送ります。伊藤がファーストランナーに入ります。さあベイスターズ、ここで4番の牧秀悟をバッターボックスに迎えます。昨シーズンの得点圏での成績は130打数の46安打3割5分4厘。さあこのランナー一塁二塁のチャンスでその勝負強さを見せることはできるのでしょうか。ワンボールワンストライク。なおもチャンスが続きます。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや本当にチャンスに強いバッターでしたよね。頼りになりますよね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。そしてバッターボックスには佐野が入っています。さあチャンスが続いていきます。もっと点を取って勝利を確実にしたいですよね。なるほど、そうですね。三塁線切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。際どいコースには投げ込んでいます。ストライクです。これが6球目。よく見ました。これでフルカウント。マウンドに上がるのは4番手のハーン。さあマウンドに上がったハーン、今シーズン初登板です。変化球でまず空振りです。次が2球目。ワンボールワンストライク。
ファウルボールです。さあ4球目は何か。ファウルです。低めはボール。さあ6球目は何か。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。そして打席には山本が入ります。さあツーアウトながらチャンスはまだ続きます。ここでダメ押しをして息の根を止めたいですよね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。低めのボール入りました。147キロ。もう1球アウトローへ。ストレートわずかに外れてボール。さあ仕留められるか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ベイスターズ2点を追加しています。8回終わって4対1。 DeNA ベイスターズのリード広がっています。試合は9回表、ベイスターズここでピッチャー交代です。ウェンデルケンに変えて、やはりこの人、守護神の山崎康明を投入です。今シーズンはここまで1試合に登板して防御率は 0.0。 さあこのまま試合を締めくくることはできるのでしょうか。マウンド上山崎強振してきました。ワンボールワンストライク。目に外れてボール。次が4球目。追い込んでいます。平行カウント。バッターがね、手が出しそうなところには投げてるんですけどね、振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。フルカウントです。さあこれで決まるのか。引っ張った。ボテボテ。ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは4番末金です。今日は3打席ノーヒット。川上さん、今日はヒットを打たせてもらえていませんね。そうですね、やっぱり彼をね、抑えれるかでね、だいぶ勝負が変わってきますからね。この打席も丁寧に行きたいですよね。なるほど、そうですね。ワンアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。三振を取りました。5番バッター秋山、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。
さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。インサイド落ちました。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、さあどう来るか。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。インコースボール。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。里崎さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、まあこういう調子が今一つの中でも勝利できたのは非常に大きいことだと思いますね。そうですね、本人にとってもチームにとっても非常に大きな勝利です。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。